フィギュアスケートのシンボル的な存在である渡辺恵美さん。人気も実力も兼ね備えていましたが、引退後は波乱万丈な生活を送っていたようです。渡辺さんに一体何があったのでしょうか。経歴とともに見ていきましょう。渡辺恵美さんのプロフィール。本名渡辺キャスリン恵美。生年月日1959年8月27日。出身地東京都。身長155センチ。血液型O 型。学歴専修大学。所属事務所恵美エンタープライズ。経歴。渡辺恵美さんは日本人の父親とスペイン系フィリピン人の母親を持ち、4人兄弟の末っ子として誕生しました。父親は太平洋戦争で海軍中尉としてフィリピンに出征し、その時にネグロス島の地主の娘である母親と出会ったのです。両親は戦時中に結婚し、戦後2人で日本に戻っていますが、晩年は母親の故郷であるフィリピンのネグロス島で過ごしていたようです。渡辺さんは10歳年上の姉の影響で2歳からスケートを始め、8歳から本格的に習い始めました。すぐに頭角を現した渡辺さんは10歳の時にコーチの勧めでアメリカのミネアポリスへスケート留学することになります。アメリカでは元世界チャンピオンでオリンピック銅メダリストのコーチの指導を受け、才能を伸ばし、12歳の時に競技会デビューを果たしました。全日本フィギュアスケートジュニア選手権では初出場にして優勝するなど輝かしい成績を残し、1976年16歳の時にはインスブルックオリンピックにて13位となりました。アメリカの高校を卒業後、日本に帰国した渡辺さんは上智大学国際学部に入学します。高校卒業後に引退することも考えたそうですが、アメリカに再留学し、1979年世界フィギュアスケート選手権で日本女子史上初となる銅メダルを獲得しています。同年、スケート界の名門だった専修大学に移籍しました。渡辺さんのスケーティングの正確さとジャンプの安定性は国際スケート連盟から高く評価されていて、連盟のマニュアルには渡辺さんの2回転アクセルが手本として記載されていたほどだったそうです。幼い頃から英語を主に話す生活を送っていたため、日本語がぎこちなかった渡辺さんですが、当時ほとんどの選手がこわばった表情で演技していた中、エミスマイルと呼ばれた笑顔で終始演技し、人気を博しました。そんな渡辺さんの人気は、1980年の女の子の名前ランキング1位にエミが輝くほど。同年のレイクプラシッドオリンピックでは、フリーで2種類の3回転ジャンプを成功させるなど、ほぼノーミスの演技を披露し、6位に入賞しました。さらに、引退するまでの間、全日本フィギュアスケート選手権で8連覇し、現在もこの記録は破られていません。そして1980年の世界選手権では4位となりましたが、その3ヶ月後、フィギュアスケート界からの引退を発表しました。結婚と離婚。渡辺さんは現役引退後、31歳の時に10年ほどの交際期間を経て入籍しました。お相手は西武鉄道のアイスホッケー部 OB だそうですが、一般人のため詳しい情報は公表されていません。結婚後、息子一人を授かりましたが、夫の事業失敗が原因でわずか2年で離婚してしまいました。渡辺さんの母親は敬虔なカトリック信者だったため、娘の離婚にひどく落胆し、再婚もしてほしくないと語っているそうです。ダイエット法とは？渡辺さんは現役時代に厳しい食事管理を行っていたせいか、その反動で引退後に太ってしまいました。とにかく食欲がすごくて、相撲部屋にあるような冷蔵庫が自宅にあると明かしているほどで、現役時代より30キロも増量したそうです。そのため、これまで数々のダイエットに励み、その経験から
40歳から美しく生きるためのダイエットという本を出版しています。49歳の時にはビューティーコロシアムに出演し、テレビの企画内でもダイエットに挑戦しました。そこではゾーンダイエットという方法を実践し、2ヶ月の期間を経て10キロの減量に成功します。ゾーンダイエットとは、1日3回の食事と2回の間食で、タンパク質と炭水化物、脂肪をカロリー比で4対3対3の割合で摂取するダイエットだそうです。このダイエットにより10キロ痩せた渡辺さんですが、完全にリバウンドしてしまい、再度企画で酵素サプリを飲むダイエットを行い、その時は11キロほど痩せたそうです。驚きの詐欺事件に遭っていた？2018年、渡辺さんは生番組緊急公開大捜索で詐欺被害に遭ったことを告白しました。番組での話によると、渡辺さんは自身が信頼している人から紹介された人物に、元本保証で FX の投資をしませんかと持ちかけられ、100万円を預けたそうです。実際に1年後には倍以上になって戻ってきたそうですが、これに気を良くした渡辺さんは、さらに海外旅行に年3回招待されたり、誕生日にバラの花束をプレゼントされたことから、すっかりその人物に気を許してしまいます。国会議員や三河健一さんと一緒に写った写真を見せられたことも信用する原因だったそうです。そしてその人物から、ガーナ共和国が現在ゴールドラッシュで金採掘事業がある、その事業に一口1000万円投資すると毎月 3% の配当がもらえると言われた渡辺さんは、老後のために貯めていた総額6000万円近くの資金を預けてしまったのです。しかしそれは全くの嘘で、その後音信不通になってお金が返ってくることはなかったのでした。すっかり信じて騙されてしまったようですね。熱愛暴露。2018年バラエティ番組よかれと思ってに出演した渡辺さんは、かつて野球界のスーパースターと付き合っていたと暴露しました。名前は明かしませんでしたが、セントラルリーグで打者として活躍していて、引退後は監督を経験、背番号は一桁の球界の大スターだとヒントを出しました。これらのヒントをもとに、ネットでは熱愛相手は原辰徳さんではないかと言われています。お互い独身時代に付き合っていたそうですが、スポーツ界の大物同士、分かり合えることが多かったのかもしれませんね。現役引退後の現在は？現役引退後はアイスショーなどで佐野実さんとペアを組んだり、ジュニアの育成に力を入れていた時期もありました。2001年には参議院議員選挙に比例代表として自由連合から立候補しましたが落選しています。現在は文部科学省がサポートしているアマチュア交流全国スケート体験教室を全国各地で開催し、アイススケートの普及を目指し活動しているそうです。また世田谷区の双子玉川では、毎年本物の氷の上でスケートが楽しめる屋外リンク双子玉川ライズスケートガーデンを開催しています。このスケート場では渡辺さんによるスケート教室を開催していて、初心者でも安心して受講できるようなクラスもあるようです。直接渡辺さんの指導を受けられるなんて、とても貴重な機会ですね。日本の女子フィギュア界を引っ張ってきた渡辺恵美さん、現在もアイススケートを広めるために精力的に活動しているようですね。今後も体調に気をつけて多方面で活躍してほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか？渡辺さんの活動を応援したいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。